東京都心部で2つのスタジアム建設構想が浮上しています。一つは築地市場跡地で、もう一つは明治神宮外苑地区。どちらも再開発計画に盛り込まれています。神宮外苑はヤクルトの本拠地となる見込みですが、気になるのは築地市場跡地に建設される多目的スタジアムです。東京ドームが1988年に開場して以来36年が経ちました。野球の試合だけでなく、さまざまな歴史的なイベントが開催されてきました。過去にはマイク・タイソンの試合や格闘技の那須川天心対タケルのビッグイベントが行われました。最近ではボクシング井上尚弥の世界戦やコンプレックスのライブコンサートが開催され、大きな話題となりました。ニュース番組でも広大な敷地の広さを表現するのに、東京ドーム何個分の面積という表現が用いられるくらいに、東京ドームは広くお茶の間に知れ渡っています。東京ドームは野球の聖地であるとともに、多目的エンターテインメント空間、東京のシンボルと多岐にわたる役割を担いながら、時代とともに歩んできました。その東京ドームが老朽化してきたということで、巨人の本拠地移転話が取り沙汰されているのです。2024年4月19日、東京都は築地市場跡地の再開発の事業予定者に、三井不動産、読売新聞グループ本社、鹿島建設、清水建設、朝日新聞社、トヨタ自動車など11社を選びました。読売新聞社は巨人の親会社、三井不動産は東京ドームの親会社です。読売は現状移転を否定していますが、スポーツメディアは巨人と多目的スタジアムと題して本拠地が移転するのではないかとしばしば報道されています。今回の動画では本拠地移転計画の経緯、東京ドームの問題点、巨人の本拠地が築地に移転したらどうなるのかについて徹底解説していきます。本拠地移転計画はなぜ築地が候補に上がったのか。2018年10月、築地市場は豊洲市場への移転に伴い83年の歴史に幕を閉じました。かねてより東京ドームの老朽化に伴い巨人軍が移転するのかという話題が持ち上がっていましたが、2017年に小池知事が跡地を食のテーマパークにする構想を打ち出したことで、巨人の築地移転計画は一旦立ち消えになりました。2020年には東京ドームが100億円の大規模改修を発表しました。2023年に新しい個室観覧席を設置し、球場内設備の更新、ドーム周辺施設の改修・新設工事が完了しています。新設された国内最大規模のメインビジョンは横長の大画面で迫力があります。野球ファンは今後も東京ドームが使われていくのだろうと理解したことでしょう。2軍の本拠地については現在東京都稲城市で国内初の球場と水族館が一体化した東京ジャイアンツタウンの建設が進行中です。新ジャイアンツ球場は2025年3月に開場予定で、水族館を合わせたグランドオープンは2026年度中と見られています。引き続き2軍施設と東京ドームの2拠点体制と考えられていた矢先の2022年11月、東京都が築地市場跡地の開発事業者募集を開始しました。2023年9月に都の築地再開発計画に三井不動産と読売新聞グループ本社が参画する企業グループ連合が築地再開発案を提出したことで、巨人の新本拠地移転構想が再び話題となったのです。その築地新スタジアムは収容人数5万人、野球やバスケットボールといったプロスポーツの公式戦を想定、さまざまな競技の開催が可能な多機能型の屋内施設を作るという内容でした。加えて国際会議の開催を念頭に置いたホール、築地場外市場や豊洲市場の食材を活用し食文化を発信する施設を整備するとしています。さらに日本のアニメやゲーム、漫画に特化したエンターテインメント施設としておよそ2万8000人を収容し、展示会やコンサートなどの開催が可能な多目的ホールやホテルを整備するとしています。ただし問題点もあります。
この計画では東京都が2030年代前半から70年間読売に土地を貸し付ける形式となっています。仮にここが巨人の本拠地となった場合、70年後に築地新球場を継続して借りられるかどうかは現時点で不明であり、70年後に新しい本拠地を改めて探さなければならない可能性が残されています。なぜ東京ドームを移転する必要があるのか。東京ドームの問題点1。まず東京ドーム老朽化問題です。東京ドームは大規模な改修工事を行いましたが、建築物が建て替わったわけではなく、あくまで場内の設備が改善されたのみです。実際に球場に行くと、他球場に比べても座席が極端に狭いことがわかります。大規模改修工事をしたといっても、窮屈な座席は変わらずで、長年ファンから要望されていた座席を広くしてほしいという声は一切反映されていません。席の段差が低いこともあり、前の人の背が高いと見づらい点もあります。ただし悪い点だけではなく、フィールドとネット裏席がほぼ平坦なデザインであるため、観客は選手に極めて近い距離から臨場感を味わうことができます。甲子園球場や神宮球場も同様に、歴史ある名球場ならではの近い距離感で内野席からグラウンドを眺めることが可能です。観客と選手の近さ、一体感は東京ドームの大きな魅力となっています。次に人工芝問題があります。東京ドームの人工芝は比較的柔らかくなっていますが、それでも天然芝と比較すると足腰に負担がかかりやすく、選手の怪我のリスクが高まると言われています。松井秀喜さんが現役時代に硬い人工芝に悩まされた話は有名です。1988年の開場当時はビッグエッグという愛称で、近未来的な野球場として注目されましたが、他のドーム球場やエスコンフィールドができて36年経った今、さすがに古い球場になった感は否めません。東京ドームはアメリカのメトロドームをモデルにして建築されました。加圧・送風ファンによって空気を送り込み、ドーム内の気圧を外よりも 0.3% 高くして屋根膜を支えています。この気圧差はビルの1階と9階ぐらいに相当します。退場時に回転扉を出ようとすると、私たちはものすごい強風で出口から押し出されますが、それはこの空気圧の影響です。そのモデルとなったメトロドームは老朽化に伴い、開場から32年後の2014年に取り壊されています。今のところ東京ドームは屋根が潰れるといった建築構造的な問題はありませんが、耐用年数30年と言われる東京ドームもそろそろ建て替えかという空気感はあります。球場を変える時の建設地確保は大きな課題です。その中で築地市場跡地という交通アクセスの良い場所を本拠地にできるチャンスが、まさに築地新スタジアムと言えそうです。問題点その2、莫大な球場使用料。問題点その2は莫大な球場使用料とロイヤリティです。日本ハムが本拠地を札幌ドームからエスコンフィールド北海道に移転しましたが、その原因の一つが日本ハムと札幌ドームの契約上の問題でした。日本ハムは札幌ドームに年間約26億5000万円を支払っていました。エスコンフィールド北海道の所有者は株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメントです。自前球場となったので球場使用料の支払いはありません。巨人も東京ドームに年間約25億円の高額使用料を支払い、チケットやグッズ販売、飲食の売り上げの一部をロイヤリティとして納めています。そんな大金を動かせるのは一平さんくらいだとツッコミが入りそうですが、巨人もエスコンフィールドと同様に自前球場を持てば支出を削減できるメリットがあります。読売関係者は、自前球場は我々が長年描いてきた悲願の構想です。これが実現すれば、球場内の飲食店の売り上げや広告収入もすべて球団に入るようになる、経営が一気に楽になると語っています。近年ボールパーク化構想が流行しています。
12球団それぞれが野球場に加え家族連れが楽しめる施設の建設にも力を入れています。例えば楽天モバイルパーク宮城では球場の隣に全長36メートルの観覧車やメリーゴーランド、人工芝の広い公園などがあり、家族みんなで楽しめる一つの施設になっています。エスコンフィールドはさらに画期的で、北海道ボールパーク F ビレッジ内にエスコンフィールドがあり、ボールパークが一つの町となっています。そのエスコンフィールドは日本初の開閉式屋根付き天然芝球場です。球場内ホテル、サウナ、飲食店が入ったタワーイレブンが併設、 F ビレッジ内の分譲マンション118戸が完売。エスコンフィールドができたことにより、北広島市が建設費を負担することで新駅が建設されます。2028年に開業予定です。ボールパークから町が作られる初めての例と言えますね。今後野球場の在り方が変わっていくことでしょう。問題点3、日本シリーズ。2020年の日本シリーズにおいて東京ドームが使えないという珍現象が起こりました。新型コロナの影響で通常7月に開催される社会人都市対抗野球大会が11月22日から12日間の予定に変更されたのです。日本シリーズと被ってしまい、巨人は東京ドームを使えず、京セラドーム大阪でホームゲームを行わざるを得ませんでした。ソフトバンクホークスの前身は南海ホークスで、大阪が本拠地でしたし、ホークスはオリックスとの試合で京セラドームの勝手が分かっていたようで、どっちがホームなのか分からなくなってしまいました。そして手も足も出ず、2年連続の4立てを食らったことは記憶に新しいですね。自前球場を持っていれば、このような球場使用問題が起きないのです。本拠地が築地に変わるとどうなるのか。関係者の話では、築地新球場は野球を中心としたボールテーマパーク型スタジアムになるとのことです。築地市場跡地は 19.4 ヘクタールで、東京ドーム4個分にあたる 18.7 ヘクタールが貸し付け対象になっているので、プロ野球を開催するには十分な広さでしょう。屋根も開閉式、グラウンドも天然芝にする計画です。新球場として大成功しているエスコンフィールドをお手本として、さらに進化した設計にすることでしょう。東京ドームは東京ドームシティ内にありますが、野球を見終えた人が東京ドームシティで遊んで帰ろうという話はあまり聞きませんので、東京ドームシティは球場と一体化しているとは言い難いです。その部分が改善されることでしょう。アクセス面では、東京ドームは JR 都営地下鉄三田線の水道橋駅、東京メトロ丸の内線の後楽園駅と東京メトロ飯田橋駅と4駅が最寄り駅で、最高の立地です。一方、築地は日比谷線築地駅、有楽町線新富町駅が徒歩5分以内、JR 新橋駅が徒歩20分なので、水道橋駅ほどではありませんが、引き続きアクセスはいいと言えるでしょう。新橋、銀座の歓楽街が活性化することでしょう。本拠地を東京ドームから築地新スタジアムに移転するのかと聞かれた巨人のオーナーも務める読売新聞グループの山口俊一社長は、巨人軍の移転を前提に検討してきたものではない。野球、ラグビー、アメフト、サッカー、音楽のコンサート、格闘技などで観客の皆さんが本物の臨場感を実感していただける施設を目指すと言います。さらに本拠地として使用する考えについては、魅力あるスタジアムとしては私どもとしては使ってみたいという気持ちはあるが、巨人軍の移転を前提に計画提案してきたものではありません。また屋根は開閉型ではなく人工芝を考えていますと述べました。SNS ではこのような意見が出ています。この新スタジアムのイメージ図を見るだけで野球をバカにされている気がする。膨らみのない右左中間、ホームからバックネットまでの距離、そもそも野球専用スタジアムではない理由を聞きたいし、マルチスタジアムって都合のいい言葉だけど、何でもやりますよってことにしたいんだろうな。この球場、イメージ図だからかもしれんけど、
さすがに左中間と右中間が全然膨らんでない。それに立てるならしっかりとした野球に特化したものの方がいい。確かに完成図を見ると東京ドームと同じで左中間と右中間が膨らんでいません。野球場を作るというよりは箱を作ってその中にフィールドを設けるスタジアムなので、東京ドームと同じようにまたホームランが出やすい球場になりそうです。野球第一で考えたわけではなく、サッカー、ラグビーなどすべてのスポーツや催し物を開催するマルチスタジアムであると言えます。人工芝問題も残っています。ただ、札幌ドームがこれだけ叩かれて、札幌ドームの設備は野球に向かないことが分かったので、築地新スタジアムは野球向けに対応すると思われますね。一部の施設を2029年度にオープンし、スタジアムを含む多くの施設は2032年度に完成させる予定です。東京ドームは100億円の大改修をしたのにという声はあると思いますが、築地新スタジアム開業まで8年あるので、これからも東京ドームを楽しむ時間は十分にありますね。2030年代に新球場建設ラッシュ。新球場誕生の際の監督はあの人か。2030年代にはヤクルトやロッテも新球場が完成すると言われ、その頃在京球団の野球熱は大いに高まることでしょう。過去には竹花元オーナーが将来的に巨人の本拠地球場を天然芝にすることも考えたいと語っており、現段階では移転か東京ドーム再建築か決まっていないように見えます。現在東京ドームの株主は三井不動産株式会社が 80%、株式会社読売新聞ホールディングスが 20% の出資比率です。読売新聞側が 51% 以上の出資比率を確保すれば、現在の東京ドームを自社の球場として再建築することが可能です。しかし過去に香港の投資ファンドが経営に介入しようとした際、三井不動産が有効的な株式公開買い付け TOB を実施して東京ドームを守った経緯があります。このことを考えると読売グループが簡単に筆頭株主となることは考えにくいでしょう。今後読売が東京ドームを改修したい場合、三井不動産にお伺いを立てることになります。あるスポーツライターは、東京ドームや格闘技の聖地と言われる後楽園ホールは老朽化が進んでおり、親会社である三井不動産がいずれ再開発する予定だと聞いています。築地は野球専用スタジアムではないようですから、8年後に巨人軍は一旦築地を仮本拠地とした後に、後楽園に新しい野球場が完成次第戻ってくるという構想ではないかと思っていますと言います。東京ドームの建て直し期間中に築地新スタジアムを間借りする。新東京ドームが完成して巨人軍は水道橋に戻ってくる。このシナリオが一番しっくりくるのではないでしょうか。巨人が新東京ドームに戻ってくるとしても、築地に移転したとしても、新球場の初代監督に誰が就任するかが話題になるでしょう。監督待望論に名前が挙がる松井秀喜氏は2030年に56歳、坂本勇人は42歳、高橋由伸氏もその頃再登板の声が上がりそうで2030年に55歳、今の安倍監督が長期政権になった場合、新球場のタイミングで前場しそうですね。新球場誕生の初代監督には誰がふさわしいと思いますか？巨人の築地移転構想や新東京ドーム構想についてどのようなお考えをお持ちですか？ご感想やご意見をコメント欄で教えてくださいね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。